こんにちは、福井教育支援サークルの吉田です。今日は村野さとしチャンネルとのコラボということでお話をさせていただきます。村野先生というのは私の古くからの知り合いといいますか、研究仲間です。小学校の先生を34年間されて、現在は、教師の指導法あるいは教材開発などについて講演会を各地で行ったり、YouTube 上にもたくさんの動画を上げておられます。今日はその村野先生と国語の授業作り、主に物語教材について話をしました。その今日は第1弾ということで、駆け出しの教師だった頃の国語授業作りについて語りましたということでお話をさせていただきます。まあ失敗談なんかも交えて、村野先生とは楽しく話をすることができました。そうですね、そういえばそうですね、僕も最初はマネーから入りましたね。僕が教員になった頃にはね、難しい教育書って山のようにあったんですけども、授業の方法論、具体的に例えば発問だとか載ってるのは全くありませんでしたね。だからね、教員になって3年間ぐらい、本当国語ってどうやっていいかわからなくて、すごい真剣に悩んだ覚えがありますね。僕が震災の時は、放送カウントが始まった年かな、次の年ぐらいだったんですけども、でもやっぱり最初は指導書、教科書の指導書通りにずっとやったんですけど、指導書通り1時間で終わらせるのもやっぱ難しくて、最初のね、忘れもしないんですけど、3年生の日書っていう教科書が欲しかったんですね、日本書籍っていうのはね。で、そこの、タラバカニの春っていう、先生ご存知ですか？いや、嫌ですよね。タラバカニの春っていうのがあって、で、これがですね、もういつまでも終わらなくて、で、子供たちがある日、授業を始めるときに、先生、タラバカニの春いつまでやるんですかって言われて、もう少しで終わるから頑張ろうなって言ったの覚えてます。僕はね、早い段階に野口先生の講座を受けてね、はい、そこでね、野口先生はね、大蔵じいさんとガンってさ、はい、短い物語やろって、こんなもの10回も20回もあんたは読むかと、読まないだろうと、なんで子供にそんなことやるんだって言われて、もう目から鱗でしたね。ある程度読んで子供が読めるようになったら次に行けと、で時間が余ったら読書をさせた方がいいだろうっていうのはね、本当に目から鱗でしたね。もう指導書通りにやってると本当にネチネチしてて子供が嫌になるんですよね。でしたね。でもやっぱり野口先生の大蔵じいさんとがんの実践が4時間で、音読も含めて4時間で終わらせるっていうのを雑誌で特集してたんですよね。で、それ僕も若い頃研究授業で全くそのまま通知したら、研究協議会で、お前はふざけてこの手段を書いてるのかっていうふうに言われました。それ言われるとね、その若い先生には、そのね、オリジナリティをあまり求めすぎるのも僕はいかがなものかと思って、まあ、僕の知り合いの先生の中にね、若い頃からこう法則化関係の本を読んで、誰々先生の追試ですっていうふうに指導主任に書いてひどく怒られた男がいて、でも彼は正直に書いたんですよ。今は立派な指導主任までなってます。じゃあ大丈夫。やっぱり真似から始めた方がうまくなりますよね。そうですね、うん、追試ってすごい文化ですよね。そうですね、やっぱり追試、若い頃追試してその子供たちの動きがまるで変わるじゃないですか。それ見て、あ、なんでこんな変わるんだろうっていうんで、やっぱり体感できましたよね、いろんな実践を。結局ね、ああ、言葉だと思いましたね、教師の言葉だ。なんか、これが混乱させてるんだな、ということを僕も、その、国語の授業どうしていいかわからない3年間過ぎた後に、法則化運動が始まって、追試できる授業集っていうのが出てきて、書いてある通りやればできるっていうのをやって、書いてある通りやったらできたんで、もうこれはびっくりでしたね、自分にとってもね。僕もだから震災圏、1年目の震災圏の授業で分析表だったんですね。はい、もう、同じ森林の仲間からもうボコボコにされましたね。こんな授業見たことない。なんだこの授業みたいなですね。いや、私は最初に行った学校、学校で、ちっちゃなところだったので、教育長も来るんですよね。ああ、そうですか。まあ、すごく叱られましてね。新しい授業に取り組むっていうんで意気込んだんですが、空中分解しましてね。
もう、こんなんじゃ福井に帰ってもらっちゃ困るというようなことまで 言われたのが今も印象に残ってますね。最初は本当にこう、なんて言うんですかね。もう、手探りでしたからね。わからないですもんね。情報がとにかく大違いですよね、今とね。教育だ上から今、だからあえて僕がこういうことをしてるのも、やっぱりね、何らかの手がかりがなければね、その自分の頭で考えるっていうのは一番めちゃくちゃな話なんで、教育界の中にまだありますよね。自分で考えたものが一番素晴らしいなんて、そう言ってる人が、やっぱり先輩たちが積み重ねてきたことをもとにね、積み重ねてきたものだと思うんで、本日はここまでです。続いてまたね、第2弾、第3弾を公開していきたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。先生方の教材研究のお役に立てば幸いです。